はいどうもこんにちは、おっきです。今回もねダイイングライトやっていきたいと思います。で前回ね残念なことにジェイドが、死んでしまいまして、このクレインがね自らの手でこう殺すことになってしまったんですけども、まあそのままこう引きずって動かないわけにはいかないんで、次のミッションということでトロイにあって通信設備をこう回復させるんやったかなを手助けするというところからやっていきたいと思います。とりあえずトロイに会いに行きましょうか。前回は美術館で、終わったんですけども、武器もねちゃんと全部取り返しまして、で今街中まで戻ってきましたんで、こっからスタートですね。どこに行けばいいんや。結構な距離あるな。やっぱこれすごい強いわ。前転受け身ね、すごい助かる。こっちか。だいぶ遠いな。あ、もしかしてあれか、またマップ外やったっけ。そんな予感がする。ちょっと待てよ。あ、全然違うやんけ。全然近かった。あ、間違えた。爆竹じゃない、引っ掛けフック。よいしょ。何の音。あ、なんかあれか、誰かイベントか、プチイベントみたいな。よし、ここから届くかな。あ、届いた。いやん、ちょっと待って、なんかバグってない？なんかトロイに話しかけられたけど、どう言ったらいいのなんか絶妙にめちゃめちゃ怖いとこ来てもうたけど、これどうしたらいい。おお畜生。あ、でもこれさ、死んだらあれちゃうの、もうその場でリスポーンできるんちゃう、トロイのとこで。 OK、おったなトロイ。俺は何をすればいいんだ。増幅器。アンテナ塔へ向かえばいいんだな。下水道を取るのが一番。下水道嫌やな。サビーが無線で指示すると、世界に向けてメッセージを発信すると。なるほど、うまくいくといいが。ああ、てかさ、この前のマイケルどうなったん。このトロイに惚れてさ、自らこう犠牲になってミッションのあれに向かったけど、あのままなんか行方知れずって感じやけど、大丈夫なんかな。多分大丈夫じゃないと思うんやけど。ほいで、このミッションが成功すれば世界中の人がこのハラン市にまだ生存者がいるということが分かると。でそうなると、このハラン市を爆破するという計画を中止できるんじゃないかということですね。成功してほしいけど、怖い怖いよ君、怖いよ。ほんまにね、バイラル強いんですよね、このハラン市の。ハラン市ちゃうわ、セクター0ね。ほら、よし。ほんまにね、動きもめっちゃ速いし、攻撃もめちゃくちゃ連続で攻撃してくるんで。うわ、おお怖っ。これ失敗したら即死ですからね。下水道嫌やな。ここか、また違う下水道かな。これ便所、こっち、これ便所。どこめっちゃ来たけど。ちょっと待って、めっちゃ来てる。ちょっと待って、ライトつけながら。あかん、なんかやばいことなってるんやけど。車のトラップでも作動しとくか。ちょっと待って、下水道どうやって、あ、ここか。オッケーオッケーオッケー。危ねえ危ねえ。積むとこやった。こっちね。お、これ通ったことあるっけ？ないか。あ、下水道に入る。うわ、いやいや。怖いもん。放送ね。サビ曰く、そこまでの一番安全なルートは下水道を通ることしかないと。サビがね、通信で指示してくれるみたいなんで、逐一信用しましょう。それをちょっとライトつけて、嫌な予感しかしない。え、なんかさ、ゾンビっていうよりかはライズがおりそうな気がするんやけど、なんかこの感じね。ピッキング、ほう、ピッキングやりましょうか。じゃあ OK、 よいしょ。ここはえ、なんかめっちゃ箱あるけど、何これ。これはちょっと待てよ。はい、何が入ってるんやろ。結構強い武器入れてくれて、あー、まあまあまあ微妙やな。なんかすごく微妙。全部ピッキングいるんかこれ。 OK、これは、おい、これもまあ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 、そんなにって感じじゃない。もう901はあんま強くないからな、今の時点では。だいぶインフレが進んでるんで、火力のあとは何もないか。あ、これこれこれ、ガーズはでかい。え、なんか音めっちゃ怖い。何がおるんこれ。霊体の試練音がするけども、雰囲気作るのうまいなこのゲームもね。お、なんか火がたかれてある。なんか柵とかがいろいろちょこちょこ。え、子供がいるのか、まさか。え、子供、どこに子供のあれがある。ここは避難場所やったんかな、もしかして。あー、なんか迷路みたいなのなってんのか。うわっ、なになになに。え、なんか体力減ってる。ちょっと待って。え、やばっ、子供ゾンビの鳴き声ってこんな作用があるんや。やばいぞ。え、なになになに。なんか毒されてる。え、やばいぞ、めっちゃ怖いんやけど。黙らせるのが遅すぎだ。あー、くそ、集まってきたな。ショットガンでやるか。待て、やばいやばい、まずいぞ。うわ、バイラルの場所は見えるからいいんやけど、ゾンビもおると。なに。え、待って、めっちゃ多いやん。こっからやるか。こっからやったらバイラルは対処できるし、ゾンビは来ないと、普通のバイターは来ないということで、まあいいんじゃないか。理にかなったあれじゃないかな、対策というかね、攻略法なんじゃないか。これはきついわほんまに。爆竹でも投げとくか、ほら。あんま意味をなさんけど、ちょっとライフルに持ち替えようか。あんまねショットガン強いんでもったいないんでね。何、耐久高いな。まだ来てるか、きついなこれ。とりあえず一体一体倒しましょうか、ちまちまとね。うわ、来てる。 OK、 よし。でバイターも倒して、耐久高いな。とりあえず、え、待って、バイラル多すぎやろ。うわっ、OK、よし。うわー、めっちゃ来てる。よし、後ろは取られる心配はないんで、まあ大丈夫かなと。えっ、これもしかしてキリない系？キリない系ではないんか。ちょっと全滅してから行きたいけどな。怖えな。えっちょっと待って、量多すぎやろマジで。はあ、無限に湧く感じやったらもうちょっと逃げゲーになっちゃうよな。あ、毎度おなじみカモフラージュ使っていくか。 OK、 これで大丈夫。お前はこうじゃ。 OK、 これで先を急ぎましょうかね。えっ、ちょっと待って、嘘やろ。ここはなんでダメージを食らう仕様になってんのこれ。なんかガスかなんか発生してんのかな。とりあえずこっち行かしてもらって。そうか、デモリッシャーがここで登場せんとこっちには通れない仕様になってるってことか。え、なんかこっち来てないあいつ。うわ、やばい、まずい、早く早く早く、怖いよ、怖い、後ろ見られへんから怖い。 OK、 よし、ああ OK、 マジでカモフラージュあってよかった。これほんまちょっと起点聞かさなあかんな。音楽が止んでないっていうのも怖い。またこれまた怖い。うわ、もうレーダー上に思いっきりあれやんか、バイランのマークあるやんか。ええ、これ何、これも戻ってきた。これこの迷路みたいななってんのちょっと勘弁して。なんか上があるとか、ここあかん。あ、下行けると。なるほど。うわーい、いっぱいいる。きつ、これバレてんな。あだーんマジか、そんなとこに火薬たるみたいなのあるの知らなかった。ちょっと待てよ、ここ撃っとったらいいんかな。こういうやつを、爆発するやつはもうあらかじめ打っとくと。お、ちょっと待てよ。 OK、 これでカモフラージュするかまた。よいしょ、よし、バレてんのこれ。あ、でもだめ、あ、やばい、ライフルがもうライフルがないぞ。マジかちょっと待って、これはきついぞ。これはもう最終ミッションなんかな。わお、おい、よし、ちょっと気引き締めていこう。これはあっという間に弾切れになりそうやな。ハンドガンに持ち替えて、うわ、全員バイラルや。やば、ここ。ただカモフラージュだけ切らさんかったら絶対大丈夫やから、落ち着いていこう。ちょっとあんまり当たらんようにして刺激せんようにしよう。 OK、 階段見つけた。とにかく上の階を目指していこう。よし、こっちか。大丈夫かな。お、大丈夫か。めちゃめちゃ暗いな。見渡してますけど最高の天気だなあれがそうだ。え、あ、夜を乗り切った。よかったよかった。飛び降りる、このダムの水たまりみたいなとこに。おりゃ、サビ聞こえるか。まだ何とか生きてる。よし、聞いてくれ。発電所のカードキーが必要。それがないとアンテナに電源が入らない。え、どこそれ。コンテナの中を探してくれ。どっかにあるはず。ここにある確証ないってことか。違う、必ずそこにある。連絡が取れなくなった。何まあ死んだんやろうな。ああ、マジか。これ結構やばいぞ。ああ、よいしょ。じゃあコンテナでカードキーを探すというとこから やりましょうかね。うわ、はい、バイラル。うわ、オッケー。でこいつで早めのカモフラージュ。オッケー。うわ、おる。ぶん回してるやつおる。ハンマー。うわ、ちょっと待って、感染しすぎやとお前ら。なんで全部フレッシュやねん。フレッシュのバイラルやねん。マジかよ。やっぱねバイラルがね結構なんか強いんでね。ここのどっかにおると。はあ、なるほどなるほど。いた、くそ、届いたか。やば。オッケー、こいつに殺してもらおうか。そう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 。あ、なんかゾンビと関係ないんや、こいつがなターゲットにすんのは。へえ、なるほどね。よし、もう倒すわ。オッケー。どこに行ったらいいんやろうな。あ、くそ。あー、やばいやばい。ここちょっと待って、ちょっとカモフラージュさせて。もう怖い。ボマーもおんの。あれはボマーか。ちょっと距離取って、ちょっとカモフラージュしとこう。よし。でなんかない、なんかそれっぽいとこ。あ、これ鍵開けましたと。バイラルもおんな。絶賛おるな。とりあえずガーゼあんのが結構ありがたいわ。回復薬作れるんでね。さあどうだ。あー、しょぼー。なんもないな。待って、めっちゃ怖いんやけど、ほんまに。シャレならんわ。こいつでも倒す価値ないやろ、あんまり。一応全部物色はしたんやけど。あ、ちょっと待って、後ろ怖い。大丈夫か。なんもないよな。ってことは、え、向こうの方行くしかないんか。あっちで探すか。じゃあそういうことよな。やべえ、マジでめちゃめちゃ見にくいもんな、この天気のせいで。かあ、とりあえずロープで。あれ、引っ掛けフック使われへん。あ、使えた。オッケーオッケー。ここか。オッケー。またこいつらか。うわ、デモリッシャーおる。最悪。マジで2体。え、あ、バレてないか。オッケーオッケー。やべ武器持ちのゾンビおる。いたいたいた。やばいんやけど、マジで。どうするマジで。どうするアイフルや、マジで。あ、ここなんかある。頼む、なんか見つけてくれ。時間がない。バレたらやばい。頼むわ。うわ、ない。なんかクラフト用具しかないな。しかあ、こっからしか入られへんのか、上の方から。なるほど。ちょっとお前の血でカモフラージュさせて。ちょっと危ない危ない、怖っ。カードキーどこ、マジで。コンテナの中に入ってんのは入ってんの。あっちにもなんかある。ここなんかこういうとこに絶対ありそうやねんけどな、ロッカーとか。うわ、今ちょっと薄っぺらかったからちょっとカードキーかなと思ったけど、ないと。ちょっと変なとこ隠さんといてよ。しかよ、怖いんやけども。史上最強に。あ、ここにもあんのか、何かが。なんかロッカーとか頼む。うわ、なんでやねん、おい。くそ。お、ショットガンあるやん。へえ、こんなところでショットガン拾えんねや。しかもめっちゃ強いし。お、アクセスカードあった、よかった。もうやったよ、やった、やっと見つけた。見つけたぞ、カードキーだ。すごいぞ、早速変電所に向かってくれ。アンテナ塔の近くのフェンス内にある。え、よかった。もうデモリッシャー相手にすんのめんどくさいんよな。え、ちょっと待って、どうやって登る。あ、登れねえ。オッケーオッケー。あれか、あれちゃう、光ってるけども。怖え。クレインもほんまに散々やな。うわ、バイターが普通に武器持ちっていうのを勘弁して。もう頼むわ、これ。武器持ち強いんよな。ちょっと回復しよう一応。で、ちょっとここら辺ショートカットできるか。 OK、 ショートカットしつつ、どっから入ろう。こっからこう行くか。はい、なんかおる、なんかおるよ。ちょっと待って、なんかダメージ食らってんねんけど、なんで。あ、最悪。もうマジか。配管所に入る。はあ、なんか使われへんのか、ロープみたいな。マジ、ちょっと待って、どういうことや。あ、ここじゃん。ちょっと待って、カモフラージュ OK、 間に合った。よし、とりあえず OK で。やばいて。あ、お前が守ってんのか。ピー、オッケー。お前はなんや。え、あ、開けれんのか。オッケーオッケー。なんやこいつ、入ったぞ。変圧器を作動させてくれ。ちょっと待って、その前にもう一回なんかチャージしたい。あれを、カモフラージュを。ちょっと怖い、やめて、こっち向かんといて。ああ、待って、よいしょ、入って、こうか。え、あ、オッケーオッケー。え、マジか、キモすぎやろ。この状況で死体見なあかんの。自殺のゾンビになろうにもなられへんもんな、あの状態で死んだら。ちょっと待て、うわー、勘弁してくれー。え、どういうこと。どっかで当たりを見つけなあかんと。あ、オッケーオッケーオッケー。ピッ、よし。完了。塔の基礎部分にコントロールパネル。なるほど。ちょっと待って、とりあえずこいつらを殺したい。ほら、よし、いいね。で基礎部分のコントロールパネル、なんかめっちゃぶん回してるやつおる。これか。 OK、 頂上まで登って増幅器を取り付ける。マジか。お安いご用。え、ちょっと待って、どうやって登るのこれ。あ、チクタクか。あ、違うんか。え、待って、どうすんのこれ。とりあえずバイターの血でケーブルが切れた。え、ちょっと待って、マジかよ。どうすんねんじゃあ。え、あ、そのおかげで中から入れるようになってる。 OKOK で、あ、ここを登っていくと、あ、でもここまで来たらデモリッシャーとかの妨害を受ける心配はなくなるかもしらんな。えもうクレインももう泣きそうになってるやん。キレメー言うて、もう嫌なんやろうな、もうこの状況が。わかるよ、もうプレイヤーにはわかる君の気持ちが。でもやりきろうぜ。え、どないすんのここから。ちょっと待って、軽く積んないんやけどえ、どういうことよ。おおおおおおおい、マジでもうこれこそ勘弁してくれよや、ほんまに。ちょっと待って、あれどこ行くんマジで。あそこから、あ、どこここ、あ、上まで持ってきてくれたのね、体を。ありがとうえ、めっちゃ優しいやん、よかった。え、でよ、分かりにくいねんこれ、登るとこ。もしかしてこっからってこと。うわ、こっからや、正解やった、畜生。こうと、うおー、怖い怖いよ。ちょっと中になんか来たら安心するわやっぱり。え、オッケーオッケー、忍者のごとく登り。あ、取り付けたら周波数を設定するのを忘れんな。 OK、 やば、ちょっと待って、怖いよ、ちょっともう、ちょっと待って、どっから登んねんって話を、もうまず第一として。え、あ、こっから、なるほど。なんか邪魔してる丸い、なんかポヨンポヨンしてるやつあるけど、よいしょ、勘弁してよほんまに。 なんかすごいことになってる。ちょっと待って、え、おおー、どないなってんこれ。え、 OK、 あ、こっから登れる、よかった。うー、はしご登れるのはでかいな。え、でまた登れないと。ここから、あ、オッケーオッケーオッケー。え、どういうこと。あ、これチクタクか。ここをこう登るってこと。え、どういうこと、どういうこと。あ、掴まれると。ああ、なるほど。オッケーオッケー。このままこうと。これえぐいな。おお、怖い。何この丸いの、邪魔。こっからこうか。ああ、怖い。落下の怖さがある。よいしょ。で、こうと。OK。よし。あとは増幅器を取り付けて周波数を設定すると。どうや、誰か聞こえるか。俺の名前はカイル・クレイン。波乱市の隔離地域区内から通信してる。タネル大佐と防衛省は嘘をついてる。ここにはまだ生存者がいるんだ。頼む、誰かに届いてくれ。波乱市を爆撃しようとしてる。彼らが冷血な殺人鬼であることを意味する。何、隔離区域内に生存者がいると。あ、よかった。え、危なかった。あ、パイロットに通じたってこと？めっちゃギリギリやん。ほんならクレイン、お前か、聞こえるか。 GRU やん。何の用だ。その悲惨な場所から脱出するチャンスをやろう。何のため？ほんまにファイルのありかさえ突き止められなかったんだ。残りの報酬は支払わなくて結構だ。それは水に流そう。カイル、終わったことだ。お前がすべきことはゼレの研究データの回収、引き換えに脱出用の安全なヘリを用意しよう。お前らはウイルスを悪用した。クレイン、今度は治療薬が必要なんだな。現状打破するにはそれしかないと。都合が悪いからな。バカげてるな、クレイン。とにかく研究データを持ってくるんだ。研究データが欲しいなら俺からの連絡を待てと。いるか、増幅器を取り付けた。ジップラインで降りればさっき言ったトンネル付近に着地する。これか。 OK。 ああ、怖かったよ今回も。もう鬼畜やったわ。さあ、これダイイングライト、これあれやな、思った以上にやばかったな。そんな楽なゲームではなかった。トンネルを抜けて旧市街へたどり着くと。 OK。 旧市街ってあれかな、あのタワーのある町のとこ戻れるってことか。どういうことやろ。え、ちょっと待って、天気は良くなったけどもやな。別に感染者のあの地獄は別にそこにあるわけでって感じよな、多分。ちゃう。お、なんかおらんようになってる。デモリッシャーとかその他もろもろのモブが。マジか。え、なんか何これ、この展開。え、やばいやん。なんかえ、ゾンビが一体もおらん。今までここでふんぞり返っとったのに。マジか。あ、俺やんけ。なんやそれ。お前だけかい。ほんでどうい、お前だけかい。ほんまによ、なんでお前だけおる。え、でもこのゾンビ以外にはおらんもんな。あ、ちょこちょこおるんかい。よし、じゃあね、今回はこれで終わりましょうかね。なんかまだまだちょっと展開が続きそうなんで、うん。よし。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。次回はね、トンネルを抜けて旧市街へたどり着くというとこから始めたいと思いますんで、また楽しみにしておいてくださいということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made.